石山康七は、秋田県秋田市出身のプロ野球選手。宇藤右内。東京ヤクルトスワローズ所属。朝日北小4年生の時に野球を始めた。金足農業校3年時の夏は、秋田大会準々決勝で、後に、プロで、チームメイトとなる、菊沢龍優を要する秋田校に0-2で敗退。甲子園出場経験はなし。東北福祉大学に進学すると、 仙台六大学野球連盟に加盟する、野球部に入部する。一年秋から公式戦に登板する。二年時と三年時に全日本大学野球選手権大会、三年時に明治神宮野球大会に出場している。プロ志望届を提出したが、指名漏れとなった。同期に安倍春人がいる。大学卒業後は、社会人野球の山派に入団。 一年目から公式戦に出場。第82回都市対抗野球大会では、二回戦で、戸亀県、島田匠、川端隆史吉らを擁する JR 東日本と対戦。一点ビハインドの7回途中から登板するも、二点を失いにから5で敗退した。二年目の第83回都市対抗野球大会では、一回戦の 九州三菱自動車戦で先発するが5回1、3を2失点に終わり、チームも1から2で敗退した。2012年10月25日に行われた、プロ野球ドラフト会議で、藤並慎太郎の中世を外した東京ヤクルトスワローズから一巡目指名を受け、契約金1億円で気高払い3000万円、年俸1500万円で入団に合意した。2013年は、 オープン戦で先発として調整し、結果を残せず、開幕一軍とはならなかったが、中継ぎとして昇格して以降セットアッパーとして定着する。この年抑え投手を固定できなかったチーム事情もあり、シーズン終盤から抑えに定着する。この年は60試合に登板して3勝3敗21ホールド10セーブと大車輪の活躍を見せた。オフに、 2000万円増となる3500万円で契約を公開した。2014年は開幕1軍入りし主にリリーフの2番手として起用されたが不安定な投球が続き6月終盤に2軍落ち。7月に復帰してからはチーム事情もあり先発に転向2014年7月2日、対阪神タイガース11回戦にてプロ初先発。5回1失点ながら 敗戦投手となった。8月は2勝負けなしだったものの、7月と9月は高騰しても勝ちがつかない試合と大量失点を喫する試合など、高負調が激しく、共に0勝3敗に終わる。先発の駒不足もあり、シーズン中盤から先発ローテーションに入っていた。オフに300万円増となる推定年俸3800万円で契約を、 公開した2015年は2年連続で開幕1軍初の開幕ローテーションをつかみ、4月は月間防御率トップに躍り出るなど好調だったが、援護がつかず白星には結びつかなかった。5月には一度登録を抹消され、再昇格後はチームの9連敗を止めたが、不調が続き再び2軍に降格。7月に3度目の昇格を果たすと、 ペナント終了までローテーションを守り続け、規定投球回には達しなかったが、チーム3位となる111回3分の1イニングを投げた。クライマックスシリーズでは登板機会がなかったが、日本シリーズでは3試合に投板。打ち込まれる投手が多かった中で、中継ぎロングリリーフで好投を見せた。オフに300万円増となる推定年俸4100万円で契約を公開した。 2016年は、右ひいの故障で13試合の当番に止まった。オフに、推定年俸3100万円で契約を公開した。2017年は、秋吉良などが離脱する苦しいチーム状況の中で、中継ぎとして、チームトップの66試合に当番し、3勝6敗24ホールド、防御率3.03という成績を残した。オフに、1700万円増となる。 推定年俸4800万円で契約を公開した。2018年は投手キャプテンに就任した。セットアッパーとしてシーズン開幕を迎え、好調を維持。新外国人のマットカラシティの不調があり、5月からルーキーイヤー以来の抑えに配置転換された。交流戦では10試合に登板して、無失点で球団初の交流戦最高勝率に貢献し、 日本生命賞を受賞した。9月23日の中日ドラゴンズ戦では、自身初、また、球団の日本人選手としては4人目となる30、セーブを達成した。終盤まで、山崎康明とセーブを争いを繰り広げ、タイトル獲得とはならなかったが、リーグ2位の71登板、リーグ2位の35セーブ、防御率2.08といずれもキャリアハイの成績を、残した。 セットアッパーとして74試合に登板し、最優秀中継ぎに輝いた、近藤和樹と共に前年最下位に沈んだ、ヤクルトの2位への躍進に大きく貢献した。オフには5200万円増の推定年俸1億円で契約を公開した。2019年は、阪神との開幕戦で同点の延長11回裏に、登板すると、この回戦闘の代打、 鳥谷隆に三塁打を打たれ、一四五自身の冒頭で、サヨナラ負けを喫する。その後は、抑えとして安定した成績を残していたが、コンディション不良で5月6日に登録抹消となる。6月2日に復帰するも7月5日には、インフルエンザのため再び登録抹消となり、オールスターゲームの出場も辞退した。8月29日に一軍に復帰するも投球があまり、安定せず、 9月17日にはシーズン3度目の登録抹消となった。オフに2000万円減となる推定年俸8000万円で契約を公開した。2020年のオフ、同行が注目されたが FA 権を行使せず、新たに推定年俸1億5000万円での4年契約を締結した。スリークォーターから 平均急速時速 144km、最速時速 152km のストレートに加え、縦に落ちるスライダーカーブフォークと変化球を投げる。小学校時代に、少林寺拳法の団体戦で全国優勝している。2015年12月5日、大館市で開催されたシンポジウム、夢の向こうに、院に秋田に、同じ県内出身、ゆかりの東北楽天。 後藤光孫選手、ロッテ、木村祐太投手、DNA、砂田竹史寿投手を含めた8人の選手と共に参加し、県内32校272人の高校生に野球指導を行った。2013年12月25日に結婚し、2015年3月28日に第一子となる長男が誕生している。ありがとうございます。